生で4回目ぐらいの松屋ですね、この日はですね岩手の練習合流初日ですね。駅前のホテルに泊まっていて近くの松屋で朝食をとっています。左手使っているのはですね、左手を使うことによって右脳を活性化させていますね。普段使ってないんでね痛くなってきます。この後藤村選手が迎えに来るまで朝飯を食べながら待っています。藤村来ちゃうんだ、もう行きます。ごちそうさまでした。お久しぶりです。Vlog みたいに撮ってたんで松屋でさ朝飯食ってさ合流日の朝みたいな。でも俺そういうの見ちゃうから全然撮れてなかった。あんないい話してた俺の中村健吾の話全然撮れてなかった。アテレコで入れるわ。あ、お願いします。もう家とか決まりました。大体決めた。本当ですか。釣りできそうじゃん。ここ基準練習場とか遠そうだけど駅はちょっと15分ぐらいって書いてた。あ、じゃあ中間ぐらいですね。どう、まあいいじゃないですかみんなどっちゃん駅の上。俺は駅のスタジアムの方です。知らねえよ。上かな多分。駅から俺は5、6分かな多分。うん、結構みんな住んでる。練習ってファン見ることできんの。できます、できます。毎日。はい、あ、いや、紅白戦の日の前までは見れます。紅白戦はから非公開になる。はい、結構、意外と来ますよ。あ、そうなの。はい、コアなファンが多分多い。今日来るんじゃないですか。今日来ました、大悟さんに。よかった。ウエストやってくれるかな、みんな。これビデオ、こうやって撮っていこう。いいっすね。ウエスト浸透させないと。うん、登録者増えそうですね。見てナイキ違う。逆バージョン。あれは何なの。死のマークとかか。そうなんです。全然何もお前は。何がですか。この土地の魅力を知ろうとしてないんだろうな。いいえ、そんなことありません。意外とだって出てますよ。あ、そう。オフの人が。カゼコは来てんでしょ。来てます、来てます。でもまだ行けてないとこだったっすけど。流泉堂とかわかります？わかんない。あ、え、何それ。あ、洞窟みたいな。修学旅行で行ったかも。何ですか、修学旅行。岩手、青森と盛岡。うん、中学ですか。うん、どこだっけ。中学、東京だ。West. West. 北上川。北上は桜が綺麗です。桜の時期。それを見に行きましょう。いや、練習着で行くんだもんな、すげえな。はい。高校時代思い出します。ああ。大体みんな練習着で来ます。人工芝もありますよ、たまに。あ、そうなんだ。はい。那須さんどうだった？那須さん、最高でしょ。よかった。俺はね、経験とか、伝えてくれるから、たくさん話してくれましたし。文句言ってる人いた？思うことはある人はそりゃいましたけど、僕はポジティブでしかなかったっすよ。まあエンターテインメントだからな、サッカーって。正直ブルージャーは規模感が全然小さいじゃないですか。そこで注目を浴びることも大事だなと思ったし、めっちゃ頑張ってたんじゃないかな多分。そうやって出てさ、選手に飲んだって思われるの嫌で。嫌じゃん絶対。はいはい、自分だったら。いや、だからリスクしかない中で伝えに来てくれたっていう。那須さんもそのグルージャが良くなってほしい思いで来てくれたと思うし、それが伝わったんで。動画向けのなんか真面目なコメントすんなよ。いやいや、ほんとネガティブ要素はポジションとか被ってたら思うことあったかもしれないですけど。センター出てた。前で出ました。あ、パワープレイの。でも結局 PK 取ったじゃん。はい、結果としてね。たまに来てくれるって言ってたよ、コーチみたいな感じ。はいはい、言ってました。めっちゃ鍛えたんだろうな。すごいっすよ、ね、走ってた。はい、だって一回やめてまた来て、しかも42歳ぐらいですよ、ね。普通にやれてましたけど。練習も練習も
めっちゃきつそうでしたけど。ああ。ナイフとフォークスタイルです。ここの2階で食べるんですよ。ああ。試合とか。何が出る？鶏肉と、おにぎり2つと、うどんと、フルーツ。あ、これとかもうレトロでしょ。オープンとか。ちょっとひなた食いたいっすわ。どうしたの？どうしたの？え？ひなた。挨拶してねえや、いろいろ。僕急だった。はい。お疲れっしょ。見事に一言もしかないでこれかけましたよ。え？会長、2個ありますから。で、まだ書いてる。スペースねえぞ。足りない？大きいのにかぐ。いや、新しいのに。大きいの1枚レベルの1つ。あ、99なんだ、俺。なんだっけ。初じゃない、99歳。じゃあ、大きいのにください。22って書きそうなんだ。99歳。顔だけです。ありがとう。お願いします。ありがとうございます。グルージャムリオ。岩手グルージャムリオ。岩手グルージャムリオ。もうバチしゃべるとながらば。岩手は、ひらがなっすよ。あ、ひらがな。グルーズ。なんで、なんで森って、ステーって書いて、サラステーそうです。他は他だよ。他は他です。まず、デコシです。シューが下手。シューって書いたみたいな。違います。ちゃんと込めてます。岩手グルージャー森岡での初サインで。初99番。9が下手。書き慣れてない。三尾さんのサインや、新次さんのサインもありますね。中田浩二さんもありますね。麺に少なめにした方がいいって言われたのに、ご飯普通にしたら、すごい量でした。言ったのに。West。West。ここも駅前のですね、金宝堂という洋食屋さんですね。トンテキが美味しいです。中村健吾さんの話はですね、例にあのサッカーの相談をちょっとされてた時に、中村健吾さんもチャレンジをよくして、その分ミスもね増えていたんだけど、それだけ成功の、数も多かったので、たくさんミスをできる選手がいい選手だという話をしました。車のね会話が取れていなかったので、ここで紹介させていただきます。ここでも左手ちゃんと使ってますね。これちょっと出るかもしれないから、うん。見てくれてんな。見てます。すごい。大学生のはまだ見れてないです。あれね、知ってる？知ってんだ、やっぱみんなの。見てました。撮っとくね、食べるとこ。でかいな。ですね。上からかけて。レモンでいいんじゃん。どういうこと？手の前に。